キラスタは f m ファイ5で放送されているラジオ番組。2021年3月末まできらめきミュージックスターだったが、同年4月からキラスタとして新たにスタートした。それぞれの曜日でキラッとする、話題提供する。というコンセプトのもと、ガツ、キはコットンの西村真嗣と斉藤桃香のコンビでお笑い要素をふんだんに盛り込んだ。内容、水、キは、 三浦雄太郎と斉藤桃香のコンビとなり、アニメソングを含めた音楽中心の内容となっている。前日の通り、パーソナリティの組み合わせが週の前半後半で変わり、同じ番組でありながら、構成や企画が変わってくる。また、放送中に、ツイッターで、ハッシュタグキラスターをつけてつぶやくと、パーソナリティが紹介することが多く、番組改編後には、NAC5 ホームページ内での、 メッセージを送るからの投稿も積極的に読み上げている。番組ジングルは初音ミクが担当している。2014年6月17日放送時に月曜は週末に何をしていたか、水曜は三浦祐太郎が週明け初めて登場するのでトークに困らず、木曜は週末に何をしようかでトークができる。火曜は間でトークに困る。 さらに、火曜日という曲が少ない。と考えつき、火曜日はミュージシャンの特集や反抗的に他の音楽番組ではやらないような企画をする反抗期の火曜日を開始。実際には2014年10月28日から開始。2015年11月から2016年1月25日までは、当期限定企画スノーリゾートスノーインフォメーションのため休止となり、 2016年2月9日放送から再開。土屋が番組を卒業する9月まで続いた。ラジオ開始当時からアニメ好きと公言していた三浦が毎回あるテーマに沿ってアニメソングをメドレーにして紹介するコーナー。2016年4月7日からスタート。ありがとうございます。